防衛省がイージスシステムを搭載した艦のガズタービンエンジン選定で、ロールス・ロイス社の MT-30 エンジンを2機搭載するという情報を入手しました。今回は、イージスシステム搭載艦の心臓部に、ロールス・ロイス社の MT-30 ガスタービンが採用されたことについて考察していきたいと思います。トマホークも搭載みたいです。中国が日本を警戒しているのがわかりますし、海上保安庁も、尖閣に超大型巡視船を建造、浮上基地として戦略を打ち出した。中国の日本へ対する警戒に対応したのか、海上保安庁も、尖閣に超大型巡視船を建造、浮上基地としての戦略を打ち出したようです。防衛省は、今後の日本の弾道ミサイル防衛、BMD を支える新戦力として、2024年度の防衛予算に、イージスシステム搭載艦2隻の新規建造費用3731億円を盛り込んでいます。イージスシステム搭載艦という呼称は、現行の海上自衛隊が配備している8隻のイージス護衛艦と区別するために用いられているもので、わかりにくいとも感じますが、後者と別物と示す意図があるのです。イージスシステム搭載艦は、当初から、日本の弾道ミサイル防衛、BMD の担当艦艇として企画されたのかといえば、そうでもありません。2017年末時点では、アメリカから、陸上配備型のイージス・アショアを2セット分調達することが決まっていました。このイージス・アショアは、翌2018年、1セットずつを、秋田県と山口県の陸上自衛隊演習地に配備、展開する計画で、日本の国土全体への弾道ミサイル防衛、BMD を担当することが基とされ、それに伴う地域への説明会等も実施されていたようです。ただし、その内容は、不親切でいい加減なものであり、地元住民の理解を得られるものでは到底ありませんでした。説明する防衛省職員が居眠りしていたという体たらくでしたからね。2年後の2020年6月、当時の河野防衛省は、イージス・アショアが、弾道ミサイル迎撃用ミサイルを予定地の演習地から発射した場合、ブースター部分が近隣の地上に落下する恐れがあるため、中止と発表したのです。日本がイージス・アショアのプログラムソフトを回収できれば、ブースターの落下位置をコントロール可能だったかもしれませんが、弾道ミサイル防衛 BMD の体制整備は、一刻を争う課題とみなされていました。つまり、時間が足りないと判断したわけです。イージス・アショアの導入を諦め、代替手段として、2020年末までに、同兵器のミサイルシステムを艦艇に搭載することに変更しました。こうして、イージスシステム搭載艦2隻を新たに建造することになったのです。イージスシステム搭載艦は、建造決定後に、非常に巨艦になる可能性も報じられ、従来のイージス護衛艦のほぼ倍以上の規模の排水量になることも示唆されました。当初、イージスシステム搭載艦の規模が大型化すると想定された理由は、もともと陸上配備型だったイージス・アショアのレーダー等の機材をそのまま搭載するためには、艦隊の大型化が必須という見方があったのです。また、陸上配備型のイージス・アショアの代替として、海上の艦艇で行うと仮定した場合、波の影響で、艦隊自体に強い揺れが発生する事態を回避するため、できるだけサイズを大型化して影響を最小化するためとも報じられました。しかし、現行のイージス護衛艦に比べると、大きすぎる艦隊は、実際の艦隊行動等を想定した場合、現実的ではないとの判断をされたようです。今は、それほどの巨体とは言えないサイズになりました。とはいえ、この規模感でも、現行のイージス護衛艦と比べれば、基準排水量でも 1.5 倍には相当しますから、西側諸国の駆逐艦等の水上戦闘艦の中では、アメリカ海軍のズムボルト級ミサイル駆逐艦に次ぐ規模ということは間違いないでしょう。さて、こういった紆余曲折を経てきたイージスシステム搭載艦ですが、防衛予算上での正式名称としては、令和6年度兜型警備艦と記載されており、通常の海上自衛隊の護衛艦と同等と言えます。イージスシステム搭載艦の建造は、三菱重工業社が1番艦を担当、JMU ・ジャパンマリンユナイテッド社が2番艦を担当する予定で、前者の三菱重工業社による1番艦は、
2024年度に寄港される予定になっています。現時点では、イージスシステム搭載艦の2番艦の寄港時期は未定ですが、最終的な収益の時期は、1番艦が2027年中、2番艦が翌2028年中とめされており、寄港からは、およそ3年で実戦配備に至る計画となっているそうです。飛行から収益までのスケジュールも、最新鋭のマヤ型護衛艦と、ほぼ同様の期間で、基準排水量で約 1.5 倍の大型艦であること、全くの新造艦であることを考慮すれば、かなり高速な対応と感じられます。そんなイージスシステム搭載艦ですが、2024年5月末には、イギリスの航空機及び船舶用エンジン製造企業として、世界的にも、著名なロールス・ロイス社から、機関部を受注したという情報が公式に発表されました。ロールス・ロイス社の発表によれば、イージスシステム搭載艦の機関部には、同社の MT30 ガスタービン機関が1隻に2機実装されると報告されていて、世界まとも採用例の多い同機関でも、この構成は初の事例になるということです。この MT30 ガスタービン機関のアルファベットの2文字 MT は、船舶用の機関部であるマリントレントを示す頭文字の略称で、大元は、同社の航空機用のターボファンエンジンのトレント800を船舶用に改めたものです。これは、ロールス・ロイス社の船舶用のガスタービン機関として最新のもので、海上自衛隊の最新鋭護衛艦もが身型にも重機として採用されています。もが、身型は、MT30 を1機と、ドイツの MAN 社製のディーゼル機関2機を合わせたコダグ方式です。ロールス・ロイス社の MT30 ガスタービン機関は、イギリスでは、クイーン・エリザベス級航空母艦2隻、建造予定の26型グラスゴー級フリゲート8隻に採用されていますが、モッが2型だけで、12隻の建造が決まっている日本の方が採用隻数が多いことになります。それ以外の国の採用例としては、アメリカです。フリーダム級沿海域戦闘艦で16隻、ズムウォルト級ミサイル駆逐艦が3隻で、特に、前者は、MT30 ガスタービン機関を、世界で初めて採用した艦艇でもあります。さらに、イタリアの強襲揚陸艦トリエステ、韓国の耐久級フリゲート8隻、オーストラリアのハンター級フリゲート3隻への搭載が、期間は確定していて、今後も増加が見込まれています。この MT30 ガスタービン機関は、1機で、少なくとも、4万馬力後半から、5万馬力前半の大出力が発揮可能で、電力としても、36メガワットから40メガワットを供給する能力を持っていて、これを2機搭載するイージスシステム搭載艦には、電力供給についても期待できるでしょう。と言っても、もともと陸上配備型であった弾道ミサイル防衛 BMD 用イージスアショアの代替となるはずのイージスシステム搭載艦に、既存のイージス艦よりも強力な水上戦闘艦としての任務を求める動きには違和感がありますね。日本は近年周辺地域の安全保障環境の変化に対応するため防衛力強化を進める傾向が強くなっています。特に弾道ミサイル防衛 BMD 体制整備に注力し、2024年度の防衛予算には、新たなイージスシステム搭載艦2隻の建造費用として、3731億円もの巨額を計上しました。これらの艦艇は、日本の周辺国からのミサイルの脅威に対抗するための重要な役割を担うとされています。イージスシステム搭載艦には、最先端のレーダーとミサイルシステムを備え、日本全土の防衛網を強化することを目的としているそうです。前述の通り、地上配備型イージスアショアの計画を中止、柔軟な海上展開が可能な艦艇へと方針転換しました。海上でのシステムは、地上型より迅速に展開可能で、防衛戦略において、新たな次元をもたらすものと考えられているとか。このように、日本は、自国の安全を確保するため、防衛力強化に力を注ぎ、新しいイージスシステム搭載艦の建造は、その象徴的な一歩として歓迎する声も少なくありません。日本の防衛体制が大きく変更することで、
国際的な安全保障環境の中での日本の位置づけが強化されると期待する向きも多いようです。